はい、皆さんこんにちは。こんにちは。タイマーブッシュクラフトです。今日はですね、タープですね。タープを広い敷地じゃなくて、例えばこういうちょっと狭い今ウッドデッキがあるんですけど、こういうところでも張れるのかどうか試してやってみたいと思います。ということでですね、これウッドデッキ用のペグなんですよ。これ今ここの今ウッドデッキなんですけど、だいたい厚みが38ミリあります。でここにですねペグ打てないんで、こういったものでですね、ちょっと実際にやってみますね。こういうところに入れて、はい、ひねるだけでもうこれで固定できるんですね。そうです、そうです。これでこういうのが今売ってるんで、こういうの持ってると結構便利。じゃあスノーピークのエキサタップをじゃあここに貼ってみましょうか。はい、実際にですね今使うのがタープ、これがタープ本体ですね。あとポール、ドロップ、これを使ってですねタープをここにうまく貼れるかどうかちょっとやってみたいと思います。そしたらまず最初にポールを組み立てましょうか。ポールなんですけど、ここにポッチがありますので、これを押しながら入れてこう穴にはめると、外すときはこうこういう感じですね。ポールのですね先端こんな感じになってます。でそこは一番下はこういうゴムがついてるものがあります。スノービークの場合こうゴムがついてます。そしたらですねまずタープを広げましょうか。どのぐらいの大きさが足りるか、位置を決めるんですけど、実際にですねポールが2本立つんですが、そのポールのところからロープがガイドロープがこう2つ出るんですね。その2本の位置をだいたいこう決めて、この辺に止められるかなっていうところをほとんど想像力と勘でこんな感じかなっていうところを決めます。勘でまずだいたいこのぐらいだろうっていうところにロープを決めて、実際にこういうテープで打っていきます。角度はだいたいタープのラインに合わせて、そこから45度ぐらいですね。こっちは壁が迫ってるんでちょっと工夫しなくちゃいけないんですけど、はい、前の動画でも説明したんですけど、なるべく腰当たりぐらいまで車して準備しておきます。今回の場合ちょっと変則的な立て方なんで、緩めるかするかどっちかわからないです。ちょっとこれで一応とりあえずやってみましょうか。タープを刺します。次に針縄を取り付けます。こんな感じですね。はい、じゃあ立てます。ちょっと緩いんでロープを引っ張ってあげます。このロープの角度を調整してあげて、今こういう状態になるぐらいにこれを開くなりもっと縮めてもいいと思うんですけど、これしっかり固定できるような位置を決めて立てるといいかもしれません。サイドのロープの位置なんですけど、タープのですねこのライン、このラインとタープのちょうど中間のこのぐらいの位置ですね。ここを結んだところから延長したところに止めると綺麗に貼れます。こんな感じかな。今狭さがあるんで、ちょっと位置だとタルンタルンなんで、ちょっと工夫してみたいと思います。いろいろ工夫してみてですね、こんな感じで貼れました。やり方によってはちょっと変則的ですけど、こういう狭い場所にもタープ工夫すればうまく貼れるかなと。またこういう形じゃなくてもね、日よけになるような形で貼っていただくといいかなと思います。
はい、今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。